バスガイド。バスガイドは、団体貸切バスや観光バス、定期観光バスに同乗する案内係で、観光地や名所旧席など、旅のガイドを務めたり、乗客の世話、主に車内サービス、下車誘導、下車説明等をする、乗務、車掌を指す、和製英語。団体は、必ずしも、観光旅行とは限らず、スポーツ少年団から、企業研修や、 学校研修の研修地への移動、観光総裁にまつわるものなど多種多様である。バスガイドは日本発祥の団体観光向けのバスにおけるサービスであり、日本以外ではバスツアーにバスガイドが付くことはあまりない。日本以外のパックツアーでは目的地ごとに現地ガイドと契約して観光地の案内を依頼する形態が多い。ただしパックツアーによっては 現地ガイドが初日から最終日まで同行する、スルーガイドと来れる形態が存在する。バスガイドは、予定の管理などを職務とする、添乗員とは、本質的に仕事の内容は異なる。観光案内をしない運転者以外の乗務員を、ツアーメイト、バスメイトまたは、単に、メイト、車掌、ボーイと呼ぶ。バック誘導、横断、乗降注意。 清掃が主な仕事で、旅行業界ではこれらの乗務員をバスガイドと呼ぶことはない。雇用形態は、バス会社の正社員、公営事業者の場合は、常勤一般職地方公務員、もしくは食卓など、最近では小規模観光バス会社の増加に伴い、バスガイド派遣業者の設立も見られ、派遣ガイドが増えている。ほとんどは女性であるが、近年、 男性ガイドの例も見られる、山梨交通や沖縄が有名。観光専門学校を卒業して就業する場合もあるが、一般に採用段階で特定の資格は必要ない。1960年代から70年代にかけて、幼稚園教諭、看護婦、看護師、スチュワーデス、客室乗務員などと並び、女性の憧れの職業で上位にランクしたこともあるが、 最近は他の職業に比べ相対的な待遇の低下、ガイドなし運行、女性の社会進出の拡大により、以前ほどの人気はない。定年は各社の就業規則によるが、定年後の食卓や再任用により、高年齢での活躍も可能である。昭和40年代位まで人手不足で中卒採用も見られたが、近年は大卒でも取る。 バス会社がいくつか増えてきた。一般的には、高卒で18歳から就職することが多い職業。ガイドクラブと呼ばれる職業紹介組織で一人前に、プロの仕事をこなすためには、最低でも観光バスガイド経験5年以上必要。運転士とペアで乗務すること、大数口運行がある以上、服務管理は厳格な職場である。女性の多い職種柄、両制度などを備える。 事業上も多い。かつてのバスガイド料金には、バス貸し切り料金に含まれており、観光バス、貸し切りバスには必ず、バスガイドが全工程において乗務していたが、2000年2月1日に実施された道路運送法改正により、バス貸し切り料金とバスガイド料金は別料金とする、制度に改められたため、バスガイドが乗務せず、あるいは工程において必要な部分だけガイドが、 乗務するケースが増えてきている。案内する場所に特化したバスガイドもある。例えば、他地方のバスが四国に入る直前に四国専門のガイドを乗せ、あるいは東京のバスが京都に夜行で走り、京都で現地のガイドを乗せるというように、その地方に特化したガイドを乗せることで案内内内容の充実を図り、現地に着くまでは運転手のみの運行で乗務に無駄を。 省く場合もある。下車観光地でもバスガイドがすべての案内をせず、その観光地専門のガイドに委ねる場合も多い。一部の募集型企画旅行、格安ツアーなどでは単価を抑えるためにガイドの業務を添乗員が行う場合もある。そのような現状もあり、近年ではバスガイド自体が減少傾向にある。通常は観光バス。 定期観光バス1台につき1名乗務する。就業規則等により、乗務中の制服着用を義務付ける企業が大半である。乗務中のほとんどで乗客と接するため、会社のイメージを左右するバスガイドの印象は、制服のデザインは運転士に比べて凝ったものになっているほか、厳しい研修が行われる、工術。ガイドのイメージはバス会社にとって重要な要素であるため、 就職後の研修は厳しく、半年から一年の研修期間を経て、乗務に就くことが多い。研修期間はバス会社により異なる。研修は発音練習から始まり、数百ページにも上る観光地の地理や、歴史関連資料の学習、歌唱指導、乗車教習、車両誘導など多岐にわたる。内容はバス会社により異なるが、新人バスガイドは入社後本社において、 集合研修を受け、接客、言葉遣い見出し並み、挨拶の仕方、会社概要等を教わる。その後は、配属先営業所ごとに分かれ、車両の扱い方、バック誘導、発生、滑舌練習、事故発生時に乗客を安全に誘導するための実習等が行われる。バスガイドが案内する内容は各バス会社が独自に用意したバスガイドブックと呼ばれる。 専用資料に基づいている。教本編集は、バスガイドジーやバス会社役員等が、編集委員となり、約2から3年ごとに改定する形をとっている。ページ数はバス会社により異なるが、大体いい500から600ページあり、広範囲に及ぶ膨大な量の観光案内や地理、等を限られた、研修期間で暗記しなければならない。観光ピークの春と秋を避け、 シーズンを吹きに実施される車上実習では、ベテランのバスガイドが教官となり、教本の内容をもとに、どこで、どの観光名所、車窓風景を案内すべきかを体得してく。また宿泊を伴う、郊外地区の実習では、新人バスガイド各人が、確認帳を作成し、教官が案内する観光名所等を確認帳に、書き込んでいく。これは、乗務本番における教本になる。 1925年12月、東京のリアイ自動車が遊覧自動車でバスガイドを採用し、観光案内のため乗務させたのが最初である。観光案内には豊富な知識が要するとされて、大学を卒業した男性のみを採用した。しかし、案内能力は抜群に良かったが、それに見合う手当や待遇を求めていたので、かなりの高コストになってしまった。 今日の女性バスガイドは1928年、油役間八が経営する大分県別府市の亀の遊覧自動車、現亀の居バスが地獄巡り遊覧バスを運行する際に考案したのが始まり。2009年3月30日に亡くなった村上彩芽は当時採用された第一号ガイドの一人である。若い女性の採用と75兆による観光案内が大好評を博し、 現在も別府温泉で運行されている国内で最も超歴史を持つ定期観光バスである。現在の別府地獄、巡りコースでも当時の75丁ガイドが一部に用いられている。その後、東京のり合い自動車でも女性ガイドに切り替え、全国に女性バスガイドが波及した。戦後の1949年、昭和24年に運行を開始したハトバスも当初から 女性ガイドでスタートしている。大阪市の中央観光バス、源氏パングにおいて、観光ガイドは行わず、飲料の配布や、客の接待のみに従事する、スチュアーデスと呼ばれる、接待専門の乗務員も存在した、倒産後、現在は、そのようなことはない。1999年に改正された、男女雇用機会均等法の施行で、 男性バスガイドも採用されるようになったが多くない。なお、ハトバスでは1999年以前から外国人旅行者向けの定期観光バスに男性ガイドを採用していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。